どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお開運めぐり。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。いやー毎日暑いですね。はい、こんな時期ですからね、今回は少し涼しくなるようなお話紹介していきたいと思います。題して、あなたは霊感がある？急に目覚めたらそれはもしかすると点点点というね、はい、ちょっと意味深なタイトルですよね。あの別にすごく怖い話とかってわけではないので、まあこういう話もありましたってことでね、聞いてほしいなと思うんです。まあね、このチャンネル的に言いますと、やっぱりね、パシンペロンはやぶささんとか、あとそのお友達、金華さんとか、ラブミードゥさんとかね、まあちょっとこの不思議な力、直感力に優れていて、不思議なものが見えてしまうみたいな方たちいますよね。で、僕はね、そういう力がないので、すごく残念で羨ましいなーってこう思ったりしてるわけですね。で、まずですね、じゃあそういう方たちにできる手相というのを紹介したいんですが、それが、まあ大体この3つかなというふうに思います。ぜひ皆さんもね、自分の手チェックしてほしいんですが、まず代表的な線で言いますと、親指の第一関節のこのね、はい、線が、曲線曲線で目のようになっている人、これは仏の目と書いて仏眼という線、仏の目ですからね、普通の人間では見えないような目を持っているかもしれない、物事の本質を見極めるという意味もあるんですが、まあ不思議なものが見えてしまうかもしれない、霊感があるかもしれないという、まあね、線になります。皆さんあったでしょうか。そして2つ目が手の真ん中の十字、神秘十字線ですね。神秘的なものに縁がある、まあ、運が強いという線なんですが、やはりこう神秘的なものに触れる機会が多いとか、そういったものが見えたり感じたりすることがあるかもしれないという線になります。そして3つ目ですね、とにかくですね、手にシワ横線バーってすごくね、なんか自分線多いなっていう、なんかシワシワだなっていうふうに思う方いるかもしれないんですが、まあ、この線、まあ、僕はまんまシワシワ線と呼んでいます。で、これはですね、線の数というのが心のアンテナの数を表すというふうにね、言われていますので、線がすごく多ければ多いほど、まあそういう人というのは感受性が豊かな人と言えるわけですね。なので、いろんなものを受け止める、まあ、量が多い。だその分気にしすぎてしまうという部分もあるんですけども、困っている人とかね、何かこう今辛そうな人っていうね、方なんかにも気づけて優しくできるというね、すごくこう思いやりに溢れた方なんですね。で、たださっき言ったようにアンテナが多いのでですね、やっぱりこう普通の人には見えないものが見えたり感じたりすることがあるかもしれないという線になっております。まあ、手相的に言いますとね、こういう線がある方は霊感があるかもしれないと言えるんですけども、ちなみに皆さんどうでしょうかね。ご自身で実感されている方、ね、実感はしてないけどこういう線がある方いたと思うんですけども、一つね、こんな質問があるんですね。霊感があるかどうか一発で分かってしまう質問。なんですけども、それはですね、昨日あなたはどうやって寝ましたかという質問なんです。皆さん想像してください。昨日の自分の寝姿、どうやって寝たっけなーって思い出してね、ぜひイメージしてほしいんですね。ベッドで毛布にくるまって上向いて寝たとか、横向いて寝たとか、ぬいぐるみ抱っこして寝たとか、いや昨日仕事の最中だったんでデスクでそのまま寝ちゃいましたとか、で、あとは映画見ながらソファで寝ちゃいました。いろんなね、パターンあると思うんですが、皆さんいかがだったでしょうかね。その自分の寝姿を想像すると、自分に霊感があるのかどうか分かると言われています。これですね、実は寝方はどうでもいいんです。ただ、自分の寝姿を今想像して思い出した時にですね、普通の人間というのは、毛布をこうかぶってとか横向いてというふうに自分の体主体で、思い出して寝姿をイメージするんですが、これ時々ですね、なぜかわからないんですけど、天井ぐらいから俯瞰の絵でね、自分の寝姿を見下ろすようにイメージした人がいるらしいんですね。で、そういう方というのは寝ている時に自分の魂が上に上がっている、つまり、まあ霊感が強い人なんていうふうに言われてもいるそうです。はい、皆さんどうだったでしょうかね。でね、まあそういった霊感なんですけどもね、さっき名前も出しましたパシンペロンはやぶささんとか、金華さんとか、ラブミードゥさん。皆さんですね、やっぱりこう、幼い頃からそういう力があるってパターンが多いんですね。まあ、もしくは家系でっていう。でも逆で、大人になって急に霊感が目覚めるっていうことって、まあ、かなり少ない。で、やっぱり素質ってものがあるみたいなんですね。
とは言いましてもですね、僕もいろんな会談聞いてますと、大人になって急にそういう力に目覚める方もね、やっぱいるんですよ、一定数。で、そういう場合っていうのはですね、やっぱこう話を聞いてると、二つのパターンがあるなと思うんですね。二つ。一つ目というのが、生死の境をさまよった経験がある人。大きな事故であるとか怪我であるとかご病気であるとかっていうで大変な思いをされて、でそこから生還される、ああよかったな、気づくとあれ何か不思議なものが見えたり不思議なものが感じられたりっていう霊感に目覚めたという話聞くんですよ。これ一つ目ですね。で二つ目というのが、大切な方の死、ご家族であったり恋人であったりお友達であったり、すごく親しかった方が亡くなってしまってすごく悲しい思いになる。で、その後気づくと霊感に目覚めるというパターンも、まあ、聞いたりするんですね。つまり肉体的、そして精神的にすごくダメージを受けた後に、まあ、霊感に目覚めるという話、意外と聞くんですね。で、ちょっと今日ね、ご紹介したいのは、非常に、まあ、興味深いというか、こういうパターンもあるのかなってことでね、自分自身すごくびっくりしたので、ちょっと話ね、ちょっと聞いてほしいと思います。で、これがですね、現在51歳のですね、男性のラジオディレクターさんがいらっしゃるんですね。で、この方が、今から5年前に体験をした話なんです。で、これ5年前何があったかと言いますと、急に霊感に目覚めたわけですね。見えたり感じたりする、今まで一切そんな力なかったんですよ。で、なんならそういった存在もう否定派で、いや嘘だよあるわけないよって言ってた方がもう信じざるを得ないぐらい、ある日を境に見たり感じたりすることが急に起こったらしいんですね。で、じゃあさっき言ったような、まあ生死の境をさまよったのかとか、あとは大事な方の、ね、死があったのかっていうことなんですが、全くそんなことないんですよ。何にもなく普通に生活をしていたら、ある日急に霊感に目覚めたように感じたらしいんですね。これ何があったかって言いますと、ある日朝起きたらですね、奥さんと、あ、おはようって言った瞬間、あれって思うんです。奥さん、ちょっと様子がおかしいというか、奥さんの見え方がおかしいんですって。何があったかっていうと、奥さんの輪郭が少しぼやけて見えるというか、あれ何かその奥さんのこの体の輪郭のところが何かぼやけて光ってるような、何かこう滲んでるように最初見えたらしいんですね。あれなんだろうな。で、会社に行く。そうすると同僚の方も同じように見えたりする。まあもちろん見える人見えない人、あとはですね、たくさん見える人見えない人いるわけですよ。で、なんだこれと思って休み時間、まあそういうのに詳しいね友達に相談すると、お前それオーラだよと。あ、オーラって聞いたことある。生命エネルギーみたいなね、結構霊感ある方なんか見えるんだって話しますよね。ああそうね、俺そういう力目覚めちゃったんだって気づくわけですよ。で、その日の帰りですね、まあ仕事をしてみんなで飲みに行って、真っ暗な帰り道、家の方にとぼとぼ歩いてるとですね、川沿いの道、暗い道を歩いてたら、前からですね、ワンピースを着て黒髪の女性が歩いてくるんですって。で、まあ暗いところなんで、あー、なんか綺麗な方だなと思ったんですが、ふとですね、でもなんか幽霊っぽいなって感じちゃったらしいんですね。まあ思っちゃったらしいんですよ。幽霊っぽいなと思った瞬間、ふっと気づくとその方がすぐ横にいるって。え、もう思わず目を背けるんですね。なんだ見ちゃった、こんな瞬間移動するわけない人間が。恐る恐る目を開けると、もうその人いないんですよ。うわー、オーラが見えた。で、その日に幽霊が見えてしまった。俺そういう力目覚めたのかなって思うわけですよね。で、結構こういうこと続くんですって。ポンポンって肩叩かれる。だから、はい、誰もいないみたいな。でもっと言うと、もう肩もぐるんぐるん揺さぶられてよ。おいおいってもう声も聞こえる。で、振り向いて、なんだよ誰もいないみたいな。もうちょっとこう生活に支障をきたすわけですよね。で、ある休みの日ですね、もう本当にこう生活が大変になっちゃうんですよ。自転車にこうチャリンチャリンとこう乗ってるとですね、向こう側にこう電信柱があったんですが、電信柱の奥から急に人がふっと現れた。うわ、なんだ。さあ急にその人が二つに分かれるんですって。なんだこの見え方。
でまた違う人が出てくる、またその人が2つに分かれるって言って、出てくる人がみんなこう分かれてくるみたいな、ですごいたくさんの人数に見えるらしいんですね。でうわ怖い怖い怖い、もうこの世のものじゃないんだと思うけども、そこに自転車で行くわけにいかないと思って、急ハンドルを切った時に電柱にバーンって激突してしまって、道路に投げ出されたそうなんですよ。でそこに運悪く車が来て引かれてしまったっていう。いやここまで来るともう大変ですよね。生活普通にもできなくなってしまう、車に引かれてしまったわけですね。で気づくと自分がどうやら病院で寝てるんですって。でお医者さんがいるわけですね。で今どういう状況ですか、 あなたね自転車で転んで車に轢かれてしまったんですよ。へえ、足元見るとすぐたくさん治療をした跡があるんですね。うわもう大変だ、でもね今自分がこういうことがあって幽霊がなんて話もするわけにも先生にいかないので、どうしようかなってこう悩んでると、そのお医者さんが言うんですって、あのね、足の方は正直あの骨も折れてしまってますので、まあ、近々手術の必要があります。ああそうですか、ただねまあ足はねあの手術をしてまっすぐ治るんですが、えお医者さん言うんですって、あの今回いろいろ検査をしたんですが、あの〇〇さん、あの検査をした結果ですね、あなた脳梗塞を2回起こしてます。えこれすぐにそちらの方の手術もしないといけませんということを言われたらしいんですね。で僕もね知らなかったんですが、脳梗塞っていうともうバーンってなってしまった瞬間に倒れてしまう、意識も失ってしまう、一刻を争う危険な状態ってイメージがあったんですが、小さな脳梗塞っていうのがあるらしいんですね。それ何かっていうと、なったとしても自分自身気づかない、気づけない、普通に生活をしていってしまう、でまあ取り返しがつかないことになってしまうという、まあそういう極めて小規模な脳梗塞ってあるんですって。でも脳にはダメージあるわけですよ。でこの時に起こる症状として言われているのが、やっぱりね視覚障害、聴覚障害なんですって。例えば人がぼやけて見えるとか、人が二人に見えるとか、あとは視覚が断片的になる。今見えてたものが見えない時間があって、また見える瞬間、えっていう瞬間移動したように感じてしまう。まあそういう視覚の断片的な感覚っていうのもあるらしいんですね。で、さっき言いましたよね。ポンポンって叩かれた。振り向く。誰もいない。わーいってもう揺さぶられた。でも誰もいない。感覚が遅れてくるという症状もあるみたいなんですね。叩かれたこの感覚が5分後にやってくるっていう。ってなると、さっき叩かれた、今叩かれたと思うんだけど、実はこれ5分前なんですよ。もちろん振り向いたら誰もいないってことになりますよね。なので、まあ、この方はですね、自分自身、まあ、不思議な力に目覚めたんだと思っていたんですが、実は全く違った原因だったということが分かったわけですね。で、何でもね、この話したかって言いますと、やっぱり怪談、僕も好きですから、ね、いろいろ聞くんですけども、やっぱりもしかすると、急に、まあ、目覚めたように感じた時というのは、もちろんそういった霊感のね、場合も多いと思うんですが、もしかしたら、そのうちの何パーセントかは、まあ、こういった、まあ、脳の障害、脳梗塞が原因で、起こっているものもあるのかもしれないな、というふうに思いました。やっぱりね、この開運のチャンネルやってますとね、やっぱこう不思議な力がある方がいらっしゃって、ああ羨ましいな、自分もあいつから欲しいななんて思ったりもしますよね。である日目覚めたりすると嬉しいなと思うかもしれないですが、まあ、ぜひ皆さんですね、その時にはもちろんね、そういう力がね目覚めて皆さんのことをね、周りの人をこう助けてあげられるっていうねことで嬉しいこともあるかもしれないんですが、その一方でちょっと一回病院に行っていただいて少し検査をしてみるっていうねこともちょっとこう忘れずに、ちょっと皆さん、このチャンネルの、ね、皆さんはね、ちょっとやってほしいなと思って、今日この話紹介させていただきました。ありがとうございました。結構この動画を見て、ちょっと立ち止まって、その病院に行ってみようって思ってくれる人がいたら、ね、嬉しいですし、それでなんか発見できたら、本当にそれはいいことですよね。そうですね。今回その霊感に目覚めたと思ったら、実はそれが脳梗塞だったっていう、まあ、話でしたけど、うん、そうじゃなくっても、なんか、
ぱ健康が一番ですから、はい、今回のまあ動画見て、ああじゃあ別に脳がとかじゃなくって、ちょっとしばらく人間ドック行ってないから、はい、行ってみようかなとか、そういうね、なんか一つのこうきっかけにしてもらったらめちゃめちゃいいですよね。先ほど周平君が言ってた、昨日どうやって寝てましたかっていう質問は、はい、僕完全に天井から自分を眺めた、俯瞰で見た自分を想像しました。はい、いやこれ言いながら僕が全然そういうふうに想像できない人間なんで、そんな人いんのかなって毎回思うんですけど、やっぱり一定数いるんですよね。そうですね、僕もそう考えました。それでちっちゃい頃からたまにそのお化け的なものは見たりするので、僕の家系がもううちの母が憑依したりするようなタイプなんで、本当にそういう家系だったんで、やっぱりそういう部分もやっぱりつながるところがあるんだなって感じましたね。一回の収録でね、坂グループの、有名な人気のアイドルの皆さんの番組に呼んでいただいて、夏だったんでそういう会談の会があったんですよ。で最初に今の質問をしたら、そのグループの皆さんほとんど手を挙げてそういうふうに見えますっておっしゃってて、まあね、やっぱりこうアイドル活動される方って感受性豊かな方も多いですけど、なんかそういう感覚力がある方多いのかなと思ってびっくりしたことありましたね。やっぱりこの怪談のこれ YouTube とかやってるとどんどん開花するっていうところもありますし、うん、やっぱその怪談チャンネルが好きな方っていうのはそういうアンテナが張ってるから、ね、どんどん開花するっていう可能性もありますよね。まあ、意識がそっちに向い、普通の方以上に向いてるんで、はい、そっちの世界がね、なんかそういうふうに感じやすくなるとかはあるとは思うんですけどね。で完全にそれを霊感と思う前にちょっと健康も気にしてもらって、そうですよね、はい、やっぱりオーラが見えたとか、はい、でなんか急に人が現れた、急に変な声が聞こえたとかっていうと、もう本当にこれ怪談の王道のね話になってくるんですけども、こういうパターンもあるよっていう。そうですよね、はい、ちょっと人間ドックは定期的に皆さん行ってほしいですよね。そうですね、健康診断、うん、いやぜひ皆さんも、はい、これを機にですね、うん、はい、ちょっと人間ドック行ってみようと思う人がいたら嬉しいですね。一人でもいたらね、はい、はい、ぜひ皆さん行ってください。健康で言いましょう。というわけで島田秀平のお開運巡りでした。ありがとうございました。